皆さんこんばんは、モード A ののりです。今日はとある話をしようと思うんですが、皆さん今3月の1日から1、2、3、4日まで、1日の木曜日から4日までパシフィコ横浜で何が開催されてるか知ってますか？そうなんです、カメラ&フォトイメージングショー2018 CP プラス2018が開催中なんです。イエーイ。カメラと写真映像のワールドプレミアショー、とにかく面白いブースがたくさんある、写真大好きカメラ大好きの皆さんにはとっても楽しいイベントになってます。私なりも毎年足を運ばせていただいてるんですが、毎回その内容は変わってます。一番最初からお話をすると、まずはお客さんとして写真が好きなので CP プラス行きました。その翌年にやっぱこの CP プラスが楽しいことをしてたので何か携わりたいと思って、イベントコンパニオンさんとしてニコンさんのブースでお手伝いをさせていただきました。そしてそのニコンさんのお手伝いをしてた時に、やっぱそのメーカーがそれぞれいろんな面白いセミナー講演会開催してるんですけど、その写真家さん、某とても尊敬してる写真家さんが講演を終えた後に声をかけに行って、ショーを見ながら、あーこんなモデルさんたちは素敵ですっていう話をしてたんですけど、まあ私が仕事がその時はカメラマンっていうこともあったので、その写真家さんはアドバイスで、いや君はこっちのモデルさんじゃなくて写真家として講演会に立つんだろうというアドバイスをいただいて、すごく励みになった思い出があります。そして翌年は写真展、翌年は写真展を、お台場という写真展があるんですけど、ちょっと待ってください。皆さん概要欄、説明欄に CP プラスの URL 貼っておくので、ぜひ確認をして、もしよかったら行ってみてください。私も日曜日に行きます。もしあったら声かけてください。はい。で、その今言ったその翌年にはお台場というところで写真を私展示しました。で、お台場っていうのは、お台場は自分の未来に苗を植える場所という思いのもと、2006年に始まった日本最大級の写真展、日本最大級だったんだ、イエーイ、すごい。で、お台場をきっかけに世界で活躍する写真家も多数生まれています。とにかくその写真展を出しました。そしてその翌年はカメラマンとしてブラックラピドさん、カメラのアクセサリーとかを作ってる会社なんですけど、そちらで、紹介をしながらカメラマンとして使い方とかを教えるということをしました。そしてその翌年は、普通にお客さんとして各ブースをたくさん新製品を試したりとか、写真展を見たりとか、友達のモデルさんを手振ったりとか、まあいろんな楽しみ方は、もちろん最新の情報をやっぱり手に入れたいので、次はこんな機種が欲しい、レンズが欲しいとか、こんなものを揃えたいとか、カメラからアクセサリーからいろんなものがあります。それをチェックしに行きました。そしてその翌年が去年、YouTube の動画を撮りに行きましたので、ぜひ去年のやつも概要欄に貼っておくので見てください。というわけで、まあいろいろと遊びどころ満載の CP プラスなんですけど、今回もやっぱり興味深いセミナーがたくさんあるので、まあ女性として憧れの織作さんの富士フィルムさんのセミナーかなは、日曜日朝10時って言ってたから行きたいなって思ってます。他にもちょっと待ってください。もう各メーカーさんにいろいろとセミナー講演会情報が上がってるかと思うんですが、もう行きたいところが多すぎて時間がかぶってたりとかするので、どこに行こうか本当に悩んでしまうんですけど、あーいっぱい載ってます。これ URL 貼りますね、下で、下の説明欄ね。本当に限られた時間の中でどのセミナーとどのメーカーさんを見るかっていうところもあります。なんかやっぱりブースに力を入れているとか、新しいアイデアを持っている企業さんって、やっぱ今後の取り組みとか、まあ、新商品もそうなんですけど、やっぱり勢いがある会社っていうのはいいですよね。もちろんカメラのボディとレンズで決まったメーカーさんが、私はニコンさん使ってます。仕事でやってる時は個人使いがニコンで、会社ではキヤノンを使ってました。どっちも良さがあるので。あとは、まあ、ペンタックスさん、今リコーさん、ペンタックスの 645D、リコーさんです今を使ってたりしたので、まあ、まあこういう人も少ないかもしれないですけど、私は結構いろんなものをものによって、撮影するものによって変えるのは結構好きでした。あと
撮影の場所とか用途とかによって使い勝手を変えてました。で、どうしよう、やっぱりね、トークが面白いカメラマンさん、写真家さんはいいんですよね。そう、とりあえず絶対的に外せないのは富士フィルムファンなので、織作さんのセミナー、あとやっぱ内田幸男さんはトークが本当に面白いのでおすすめです。実際にね、日曜日に行ったらまた動画を撮ってアップしたいなと思うので、ぜひ皆さんも一緒に楽しんでください。まずは今日は CP プラスのご紹介でした。皆さん行きたくなりました？誰でも本当に普段から撮る機会が少なくても写真が好きとかいう方であればとっても楽しめると思うので、新しく写真の楽しさが広がると思います。これを機会に行ってみてください。さあ最後に宣伝がいくつか。まずモード A のオリジナル曲 Give Me、 こっちか、はい、こちらです。ぜひ皆さんダウンロードして聴いてください。応援よろしくお願いします。はい、そして、概要欄、こちらツイッターとインスタグラムなどもフォローよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。そして情報役に立ったよという方はぜひいいねボタン、グッドお願いします。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた。本日もご視聴ありがとうございました。下にある概要欄のチェック、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、のりでした。